はい、パッドレッドのフェムジャムです。今日はですね、このダイヤを音声認識ありでやっていきたいと思います。いい日経ですね。音声認識、あとこれでダイヤの残り1個が、これ入れたあと2個ですね。出発進行。案外ね、電車で5、6円を音声認識でやってる人っていなかったんですよね。 YouTube では動画上げてる人いなかったんでね。何人かはいるかなとは思ったんですけど、まあ、電車で5、6円 YouTube 上でね全部やってる人ってグッドゲームチャンネルさんしかいないんですけど、ゲームチャンネルさんもさすがに音声認識ではやってないんでね。やまびこ小町東京行きです。次は新花巻に停まります。意外とね、グッドゲームチャンネルさんの真似をしてるつもりでもね、意外と自分オリジナルっていうか、ね、オリジナルじゃないけどね、ゲームだからね、ゲーム実況意外とね自分しかやってない、知らないうちなんか自分しかやってなかったっていうのも結構あるんでね。245。まあ音声認識とありとなしバージョンや2つやってる人っていうのはいないんでね、なかなか。まあそんなことして何になるんだって金にはならないけどね、金にはならないけど、なんかまあ金にならないし、もう十分やり慣れてるんでね。210。まあこういう感じで、で次が160か、170だったかな。もうずっと出せでいいですね、これは。160キロで、次が60キロか。また200系新幹線。ご利用いただきましてありがとうございます。110。まもなく新花巻です。ああ、次110か。まあこんな感じで行きますね。で次は60。新花巻停車。まあこういう感じで、まあちょっと早いのか、まあこんな感じで行って、ちょっと早く、ちょっと落としすぎとこ、ああでもちょっと早いか。 B6こんな感じでいってですね、あと1分あるんですね。まあこういう感じで、あと50秒、ね、難しいんだよねこの調整が。あと40秒。
あれ、ちょっと音落としてきた。でも結構スピード落ちるね。誰かな。6543。ああ1メートルオーバーしちゃった。まあこういう感じですね。1メートルオーバーか。まあそれでもクリアできるんで。何点だ。これ何点なんだ。まあ100点なんだこれで。あ、そうなんだ。はい、じゃあこれでエンディングです。こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。